はい、前田ブルースの今夜はデスティーノ、こんばんは。こんばんは、どうもお久しぶりでございます。前田ブルースでございます。はい、前田先輩です。よろしくお願いします。で、今日は私、はい、偉大なね、はい、プロレスのもう僕は革命家とも言ってもいい、はい、アントニオ猪木、はい、10月1日に亡くなったということで、はい、私追悼をさせていただくべく、はい、この、ジェシカのハローグッバイハローグッバイを、はい、ジャックしに来ました。おジャックしに、はい、ありがとうございます、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ただですね、はい、こういうね、やっぱ乱入にはね、はい、やっぱりパートナーが必要でして、パートナーが必要です、ね、そうなんですよ。やっぱね、乱入一人でわーって来てもさ、はい、ちょっとね、寂しいものがあるから、はい、僕のね、はい、タッグパートナー、タッグパートナー連れてきました。タッグで来るんです。そう、タッグで来ました。そう、今年はタッグですね。ペビンズでね、はい、ベースを弾いてる、はい、ロビー君です。どうも、よろしくお願いします。よろしく。どうも、お久しぶりです。クラッシャーバンバンビガロビーです。よろしくお願いします。いいね、いいね。そんなことある？あるある。そんなことしかないでしょ。そうですよ、今日なんかは。そうだよ、何のために重い腰上げたんだよ。クラッシャーバンバンビガロビー君と、はい、だからもうビッグバンジェシカちゃんでございますけど。バンジェシー、うん、バンジェシー。バンジェシーでお願いします。ちょっと一個突っ込んでいいですか、はい、早々にごめんなさい前田先輩。いいよ、いいです。ブレイスタイル、ストロングスタイルでいいですか今日。今日はストロングスタイルでいいです。よかったです。じゃあ配信後にボコってください。もし何かあれば配信中はちょっと今イメージ、イメージ大事なんで。わかりました。お互いの、ま、んじがお互いに卍返しだったらグラウンド卍か。グラウンド卍、技は詳しいんですよ。グラウンド卍をするんだったら技は詳しい。ザック・セイバージュニアバージョンじゃなくてアントニオ猪木バージョンでお願いします。あ、もちろんですよ。はい、元祖ですから。始祖、始祖だから。そうお願いしますね。いや、着地しましたね。いや、突っ込みますけど、僕らタッグってことはですよ、いや、めちゃくちゃ光栄です、うん、初タッグだし、うん、初タッグだね、うん、まあ土俵、まあ、はい、ぶっちゃけここで前田先輩に8分ほどでアントニオ猪木さんの経歴をザクッとまとめてお話しいただきたいと思います。いいですか、ロビー君。じゃあちょっとごめんね、はい、よろしくお願いします。いいよ。あー、やったわ。早速早速やってるわ、これ早いな、俺早いんじゃないか。いや、私大丈夫。大丈夫ですか。早くないですか。アントニオ猪木は常に何が起こるかわからない、はい、そう、風車の理論でね。そう、何が起こすかわからないのがアントニオ猪木ですから、はい、だからそれを今ロビー君が引き継いトークとしてアントニオ猪木的なトークをしてくれたっていうことで、僕は今アントニオ猪木のトークをこれからちょっと簡単に説明させていただきます。よろしくお願いいたします。あ、すごい、はい、まずですね、嫌味のない嫌味のない仕切り。すごいな先輩は、やっぱり。ありがとう、うん、丸い丸いわ。いや、じゃあ運は全然喋らない。ちょっと後でこれだからベーシスト、ベーシストだな、やっぱな。ベーシストの後でマンジだよね。後でマンジだよね。後でマンジやります、ね、何回マンジするんですか。後でマンジマンジマンジ固めしますから。やばいやばいやばい、トリプル役マンはやばいです。ツイッターかインスタで公開します。怖いな。8分でアントニオ猪木さんの経歴をお伝えしたんですけど、はい、ここで5分になりました。ああ、すいません、わかりました。5分で、まずですね、はい、プロレスというのは、はい、プロレスの父力道山がいまして、はい、その力道山が、はい、日本プロレスというのを設立しました。その時に、はい、スカウトしたのが、はい、ジャイアント馬場、はい、そしてアントニオ猪木です、はい、で、ジャイアント馬場というのは、はい、王道プロレス、はい、今のですね、はい、そのプロレスっていうのはやっぱりその力道山がプロレスを、はい、築いてきたものを守り抜いてきたのがジャイアント馬場、はい、で、ジャイアント馬場っていうのは基本的にエリート街道で来てます、はい、でそれに対してアントニオ猪木は力道山の付き人から、はい、もう下積み時代を長いこと長いことこう積んできて、はい、常に馬場と比較されながら、はい、プロレスをプロレスラーとしてこう、はい、成長していきました、はい、でそこで生まれたのが雑草魂、はい、燃える闘魂です、はい、で常に、先輩あと2分ぐらい。ああ、ね、まだまだまだでしょ。いや、もうちょまだ4分あります。OKOKOK、はい、それでアントニオ猪木に関しては、
やっぱりあのプロレス日本プロレスを守ってきたジャイアント馬場に対して、はい、アントニオ猪木は、道を開いたプロレス界の、はい、だから、この間前田明がすごいこと言ってたんですけど、はい、アントニオ猪木がいなければ1970年でプロレスは終わってたって。だから今のプロレスがあるのは、はい、あの例えば UFC があったりだとか、はい、そういう総合格闘技っていうのがメジャーになってるのはそれの本当に本当に本当にこう根源をたどっていけば、はい、そのアントニオ猪木っていう存在がでかいわけです、はい、なるほど。で、うん、今のそういうプロレスラー、まあ、長州力ですとか天竜源一郎ですとか、はい、今そういうバラエティでこう活躍してるそのプロレスラーもみんなアントニオ猪木に憧れてたんですよ、はい、でもちろん武藤敬司、蝶野正弘、はい、橋本真也、東高三十志だとか、はい、こけしの本間とかも、こけしの本間はあいつはね確か武藤敬司に憧れてたはずなんだよな。あ、じゃあ劉夫ではね、系譜はあるってことですね。やっぱりすごいわ、始祖、うん、結局たどれば、あの猪木につくってことですよ。みんなたどれば、ジェシカさん頼むね。あと3分あと3分です あと2分半ですね。それで、はい、まあ、一応1960年にあのアントニオ猪木9月30日に今回アントニオ猪木がデビューしたわけなんですけども、はい、まあ、今回亡くなったのが、はい、ね、10月の1日ということで、そういうことか、デビューした次の日に亡くなってるんですよ。なんかやりきったっていう、なんかもうプロレスラーみたいな、本当にもう生涯プロレスラーだったんじゃないかなっていう、はい、確かに勝手に思ってました。ちなみに私昔スパイボーイっていうバンドをやってたんですけど、はいはいはい、そのスパイボーイのデビューライブ初ライブも9月30日なんですよ、はい、これわざと合わせました。合わせて、はい、僕それぐらいアントニオ猪木に燃える闘魂がストロングスタイル、はい、これをもう常に心に刻んでおります、はいはい、で、まあ、そういった形でアントニオ猪木っていうのはもう生涯プロレスラーとして、もうプロレスはいいとしてても、もう存在がプロレスラーっていうだったんじゃないかな。だから常にそのプロレスっていうそのエンターテインメントの部分だったり、その戦う男の姿勢だったりだとか、そういったのを生き様を僕たちにこう見せてくれたんじゃないかなと今回は思い、やっぱり私はこう今回亡くなったことが非常にショックでして、でもう僕がもうねツイッターで猪木が亡くなったって言ったら真っ先にねロビー君が突っ込んできてくれてね、あーそんなことありました、ね、あったあった。もうその時にね、あ、タッグパートナーはやっぱロビー君だなと思ったわけです。あの時にちょっとグルーヴありましたもんね。あったあった。ツイッターのね文字だけでもグルーヴってやっぱり生まれますね。いや生まれたね。テンポ生まれたし。テンポ生まれましたね。そう足並み揃ってましたね。相当テンポ良かったよあれ。会話としても。だからそれをさ、会話のようなテンポです。今のこのね、ジェシカのハローグッバイハローグッバイ今夜のデスティーノでできたら最高なのに。はい、いざ蓋開けたら全然今あのね、スーパーと30秒です。あ、以上アントニオ猪木でした。以上アントニオ猪木でした。ということで、マイドブルース先輩有識者枠としていやすごいですね。いただいております。それぐらいの愛の持ってる人がパーソナリティという。パーソナリティではなかった、ごめんなさいジェシカさん、すみません。いやいいんですよ、後で私はあのタッグを一つあれですか、はい、後でボディープレスでもしてくるんですか。あ、普通に根性焼きで、根性焼き、はい、大日本プロレスの方。あ、大日の方だ。どうせならさ、あのボー&アローとかさ、ナックルパートとかやってよ。いや、あのね、明るくないから、技に明るくない方だから、ダメ、多分いや、あの調べながらやったらできるかもしれない。あ、ぜひお願いします ね、うん、はい、ということで、いや10月1日にね、個人的に事業を僕も開業した身としては、うん、おお、そこを僕はそっちに合わせたんですけど、ちょっと、はい、簡単に説明してくださいよ、それは。いや、それは大丈夫です。僕はあのそんなもうあざということはもうしませんよ。じゃあね、これをね聞いてね、はい、少しでも気になった方はロビー君のツイッター、インスタをねチェックしてみてください。はい、マジで前田タイソンぐらい優しいやん。いや、前田タイソンの器じゃん。悪くないでしょ、うん、だって僕はあの前田ブルースって聞いたのは世代ですもんね。ジャックブルースもそうですけども、前田僕たちブルースが好きだからっていうのもあるんですよ。ジャックブルース、そう、ベースのね、そう、あ、プレー、あ、プレーに影響もあります。プレー全然ないないんかい。だってうまいじゃん。ないんかい。うまいから。ないんかい。ちょっとそこ広げようと思ったのに。ベースのグルーヴは生まれないんかい。今だって猪木の話をしたから。はい、すいません、すいません、はい、じゃあちょっと簡単にさ、今ね、ロビー君がこうやってさ、はい、クラッシャーをしてるわけだけど、はい、あの
アントニオ猪木愛バンバンビカロビ、はい、ちょっとさ、僕たちにまず聞かせてよ、そのラジオの聞いてる人にも、はい、ロビー君のやばい心臓バクバクしてアントニオ猪木、俺あんなうまく喋れないって大丈夫大丈夫とのそうグルーブしようよグルーブ、はい、うん、え猪木ちょっとコーヒー飲んでいいですか。ああ大丈夫大丈夫、はい、ちょっとジェシカさんの話から聞きたい。アントニオ猪木ってじゃあどういう存在ですか。うん、うんうん、ジェシカちゃんにとってストロングスタイル。おお、なんかずるいな、去年ずるくない。そうちゃんと勉強したでしょ僕と、はい、1年前の2021年の11月、うん、丸1ヶ月ですね、うんうん、前田先輩に、ガッチリとラジオで、うん、そうだ落とし込みされたんですよねOJT してばそのせいで一生猪木と結婚したいっていやめちゃくちゃかっこよかったでしょ。いやかっこよかったし、いや最近なんか高見高見って言ってるからさ、はい、いやいいんだよ、いや高見もストロングスタイルなんですけど、うん、あのね音楽のストロングスタイルを貫いてる高見もいいんだけどさ、はい、あ猪木さんも忘れてんじゃないかなと思ってバレました。いやそうそうそうやべえと思って昨日勉強しましたアルフィーもねもう最高なんだよ、はい、ストロングスタイル土俵が違いますからね。 それは土俵ねシンプルに土俵が違う、ちゃんとね回しをねプロレスの回しも締めてよって思ったよね。ちょっと怒っている。でとりあえず10月1日そのもう、うん、あ外うるさってあーっと思っておいおいこれはちょっと前田先輩大丈夫かなと思って、うん、元気だなスクランブル投げさせてもろってそうマイク切っていいよあごめんなさいで前田先輩に連絡させてもらって、うん、先輩ツイート番組やりましょう、うん、の連絡させてもらった。いやもうぜひぜひ。いや僕ねあの大阪にいたのちょうどですよね。そう大阪にいてライブで行ってて、もう崩れてんじゃないかなと思って。でヤシ君と一緒のねうちの、はいはいはい、そのトニーズってバンドのギターのヤシ君と同じ部屋で、はい、ヤシ君起こしてさ、はい、猪木死んじゃったって言って、はい、マジっすかみたいになってってなったんだよ。いや笑うとこではないんだけどな。猪木死んじゃったって言ってなんかすごいな。それでこうやって起こしたんだよね。そこから本当にもうね、悲しかったね、あれは本当に。だからもうその足で、あのブルーザブロディと60分のね、フルタイムドローやったさ、大阪城ホール行きましたよ。はい、そう、本当はね、大阪府立が、結構ね、大阪府立は僕何回もね、見てるのさ。やっぱね、新日本プロレスといえば大阪府立っていうのも、一つの、歴史あるね、体育館なんだけども、まあそこは行ってるから、大阪城ホール行ってさ、ちょうどね、スノーマン、だか、ライブしてて、だかってライブしてて、でちょっとね、大阪城ホールってところの看板で写真撮りたかったんだけど、はい、そこの関係者が、そう入れませんって言われて、でも僕アントニオ猪木が今日亡くなったから、はい、僕どうしても思い出のあるこの大阪城ホールのこの看板で、はいはいはい、アントニオ猪木のこのねダーをして写真撮りたいんですって言ったら、はい、なんかちょっとねスーツ着た偉いこうSE の人みたいに来てさ、はい、したらどうぞって言って、あれ写真撮ったんだよね、インスタの写真で、はい、上げてるんですけど、はい、それはそういう流れで撮ったんですよ。アントニオ猪木が亡くなっちゃったからちょっとここで撮りたいんですって言ってお願いして、なるほど、それ撮ったんですよ大阪城ホールの看板の前で、はい、っていうぐらい僕は猪木に愛があるわけですが、その愛をちょっとね、はい、ロビー君にもちょっと簡単にちょっと、はい、言ってしまってください。よろしくお願いします、はい、お願いします。コーヒー飲んだでしょ。あ飲みましたそうそうそう、出会いは、うん、そもそも僕はあれですね、小4か3年ぐらいの時の悪友の兄が超悪で、でその人がプロレスが好きで、でプレイステーションの闘魂列伝っていうゲームをやってたんですよ。あれね橋本真也使うやつがずるいんだよね。いや僕は重心サンダーライガーの低空ドロップキックが一番ずるいと思うんですけどね。あの分は僕ライガー払ってからね、小手ね、アッパー小手、走ってね、まあ、あれで技をとことん覚えたりなんかして、わかるわかる。でその猪木ってやっぱりその代表キャラだったから、グレートムタとライガーと猪木を使い回してたっていう。あれそんな浅いの？いや浅くないですよ、全然浅くない。いやそんなこと言ったら竜巻蹴りしますよ。
縦に回る蹴りしますよ。縦に回るやつ。あのね、あれね、あの試合開始とかに、試合開始とかによくやるやつね。そうそうそう、うん、もうあのいきなりのやつ。襲撃でやるやつね。そうそうそう。うん、分かる分かる。ニールキックみたいな前田の。分かる分かる。前田だけに。怖い怖い。えでもさ、まださ、ま、いやまあありますあります、膨らみますよ、うん、大丈夫です、はい、いやようやくタックでねパンってあのパンってされたんだから結構待ってたんですよ僕3、4分、うん、なのででいい、うん、でそうそうであれですね、そうプロレスの映像を生で初めて見たのが、うん、自分でこう G コード予約っつって当時VHS を時間指定というか番組指定みたいな感じで、有田中にやってたやつ、そう新聞のねテレビ欄のところに G コードの数字があって、でそれをこう自分なりにビデオをいじって初めてできて、で撮ったものの翌朝見るじゃないですか、ワクワクして再生したらなんかね、あの当時1時間だったんですよ新日本プロレスの枠が。で阪神タイガースの試合の延長のせいで、うん、あの伸びあの後ろにスライドしてたんですよ番組自体が、うんうん、でただ G コードってそこまでの追跡能力なくて、うん、半分なんかテレフォンショッピングみたいなの入ってたんですよね、うんうん、そのそうです、ね、やる前に30分ぐらい、うん、でようやく始まって初めて見たのがグレートムタ対グレートニタっていうねあの試合だったんですけどあれでしょ、あの東京湾に沈むやつでしょ、はい、ニタが負けて。違います違います。違うの、はい、あの、うん、神宮球場がどっかの、うん、あの爆破、あ爆破です、はい、うんうん、あの本当あの伝説の、うんうん、真壁とのあれでしょ、真壁、真壁じゃ、あ真鍋、真鍋は出てこないですよ。いやあのあれだよ、あのアナウンサーの真鍋って、グレートニタを見たいかって言ってアナウンサーの方ね、私はグレートニタ見たいですって言って、すいません、はい、そこからそこからね、やっぱあのニタのストーリーは、そうか、ニタ側の目線はちょっと僕持ち合わせてなかったですムタ側しか見てないんで、あごめんごめん、常に、うん、はい、いやそれで、うん、プロレスを初めて見て、うん、そうよかったって思ってて、うん、そこから結構毎週録画をして見てて、うん、で猪木がね、猪木はでももう引退してたかな、いやあの時代はね、まだあの猪木のファイナルカウントダウン時代だね。あそうですね、そうですね、うん、だからビッグバンベイダーとかあのと、あ、あのやったりビッグバンジェシカ、ビッグバンジェシカと、はい、あとねあまりにも、はい、あの試合ビッグバンベイダー、ビッグバンジェシカとアントニオ猪木が、はい、あのファイナルカウントダウンでやった時に、はい、あれビッグバンベイダーが当時も油乗り切ってて、でももう猪木はもう50近い状態で、でもあの試合前に俺に遠慮するなよ、いくらでもあの技をやってきてくれって言って、それでもうビッグバンベイダーは遠慮せずにもうあのムーンサルトプレスだったりジャーマンスープレックスだったり、ベイダーがムーンサルトか、そう、あすごい、それをあもうやって、はい、でも猪木受けすぎて、はい、もうねジャーマンした時に首がグニャってなって、いや本当に、はいはいはい、あの50歳の受け身じゃないぐらい、でベイダーが心配して、はい、頑張って頑張ってって 言って、はい、で猪木はそれを受け切って、はい、最後腕しげ逆十字で勝つっていう試合があって、かっこいい、そうあれぞこれぞストロングスタイルっていうのをね、はい、あのやっぱなんかそのアントニオ猪木燃える闘魂は置いてもやっぱ燃えるのは、ね、いつまでも燃えているっていうのをね、うん、はい、見せてくれた素晴らしい試合の、多分そういう時期に多分ロビー君は見てるんじゃないかなっていう話です。なるほど、うん、そうです、あれは涙したからさ、まあまあ多分そうじゃないですか。ちょっと長くてごめんなさい、ちょっと分かんなかった、ごめん、ね、まとまりきなかった、寒くてこのね燃える話してるのにコート着始めた、寒い寒いですよ、で得てして反対に反転して寒くなってきて、なんか僕今だってもう脱ごうかなと思ってたいや脱ぐんじゃないかなって逆言ってんですよ、そうそう、僕今逆言ってるからね、うん、僕むしろもうコート以上の防具なくてどうしようかなって迷ってたんですけど、なんならマイクないところだって言ったぐらいです、あと40分はこれやべえなと思って寒いと思って、ごめんね、いやいやいいんですよ、いやいやいや、もう何だったか忘れましたよ、だからいやすいません、だからそれで、あ、うん、それであの VHS をね、うん、見ていった中で
その生の猪木を、生のっていうかね、あの動いてる猪木を見て、うんうん、で、UFO だとか、当時のちょっとあのきな臭い感じの、うん、総合格闘技路線とプロレスがこう混ざり合いつつ、うん、ぶつかり合いつつの、うん、なんか終末期みたいな、あのね新日本プロレスのね、はい、暗黒時代を作ったのは猪木だからね。いや暗黒、まあ、混沌ですよね。そう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 、暗黒って言ったらあれですよ。 やっぱ選手頑張ってたし、あれは暗黒時代って言われてる実際に。まあ、グラフで見たらね、グラフと現実の数字で見たらでしょ、多分いろいろ経営とか。でも天山は頑張ってたし、僕も好きだったけどね、あの今天山チョップです。天山チョップ、モグラチョップでしょ。あの寝てる相手の首元に打ち下ろすやつ、天山チョップです。いや知ってるよ。あ、知ってます、うん、それ分かる分かる。バッファロースリーパーで、ありがとうございます。あれ奥さんとの喧嘩での末に奥さんにかけられたって知ってます。それあれでしょ、バッファロースリーパー赤月先生の、あのあれじゃない、ネタでなかったっけそれ。赤月先生、そう、あの味のプロレスさんって。あ、そうです、そうです。あのあれで見たし、うん、昔あのウィキペディアで見ました知ってた、知ってた。そう、あの、うん、ちなみに天山の奥さんは旭川出身なんで。それは知らなかった。そんなパーソナルな情報は知り得てないですね。怖いなあ先輩。あ、私はね、あとそこまで調べ方怖いわ。そこまで調べさせていただいて。怖い、めくるめくる。情報量めくる。えぐ。ちょっと敵になりたくない人だ。いやいやいや、もうアントニオ猪木、まあ、が作った新日本プロレスですから。はい、そう、もうね、愛しかないんですよ私は、マジで。そう、いやもちろんですよ、僕もですよ、うん、だからねやっぱりその今のさ UFO とかさ、うん、あのいろいろ総合格闘技でこうね新日本プロレスをぐちゃぐちゃにしたのにもかかわらず、はい、でも誰一人ねアントニオ猪木の悪口は言う、めちゃくちゃ言うんだけど、はい、誰もその猪木のことをねあのついてっちゃうんだよね。だからなおさらなんか変にね総合格闘技入って新日本プロレスやっちゃったりとかさ、はい、その中で選手がねみんな大量離脱しちゃったりとかっていうのもあるんだけど、はい、でもみんなねなんだかんだ言って猪木が好きだからカリスマ性があるんですよ。そうそうそう、まあ、結局あのなんでしょうね、あの渦の中心っていうか、そう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 、その猪木を中心に回ってるんですよ。そうだからみんなが振り回されて、あの UWF もあるでしょ、はい、UWF とかさ、はい、ああいうのももともと UWF っていうのを前田明とか高田信彦が作って、はい、こうやって新日本プロレスからこうやって抜けて UWF を作ったんだけど、もともとそこにアントニオ猪木も俺も行くから、あの時代は総合格闘技だって言って、俺も行くからお前は頑張ってくれって言ったら、はい、いつまで経っても来ないから、はい、あのな UWF 崩壊して戻ってきちゃうっていう猪木がいつまで経っても戻ってこないから。でも結局みんな猪木さんなんだよって言いながら、はい、結局新日本プロレスに戻ってきてるからね、うん、いやだからあの嫌われこそすれど恨まれないというか、そうそう、あそう、あのなんかあいいそれを超える尊敬が多分みんな来るんですよ結果。そうそうそう、亡くなったしってのもあるけど、うん、あやっぱすごい人だったなって。なんかやっぱり憧れがね、みんなはさ、トリックスターですからね、トリックスター、そうヒーローなんだよね、ダークヒーローっていうかね、なんか別にダークヒーローですね、まあ、ある意味ね、あの馬場さんが、うん、あのヒーローです。馬場さんはそうだ、ね、正しくヒーローなんですけど、うん、そうだね、あのジョーカーみたいなもんだよね、バットマンでいうね。だ逆にっていうかね、そっちの方が人気あったりもするみたいな、うん、だからそういう風にして剣道家臣みたいないやそう分かる、好きなんですよ、うん、家臣とムタの二枚看板でやらさせていただいて、うん、そこのところですね。いや天の弱だね、天の弱、まあまあまあそうそう、そうか、天の弱だわ、本当憧れてる対象が天の弱だもん、僕も天の弱になるよねそりゃ気持ちは分かるよね、うん、でもやっぱりさ寄ってっちゃうな。あのこの間その長州力が、はい、その YouTube でやっぱりそのアントニオ猪木が亡くなったことで、はい、一つ その私の昭和のプロレスは終わりましたというぐらい、やっぱりその昭和のプロレスの象徴だったわけだ、まあ、だから僕その平成で言うとさ、今度あの武藤敬司が、はい、あのね、2.21 東京ドームで引退するけど、言わないでまた来年のこと言わないで、泣く鬼が平成のプロレスがね、僕の中ではそれで終わるのかなって。確かに確かに、うん、三重師の引退、そうそうそう、終わるのかな。まあまあまあ、長野はね引退し、うん、引退してないのかも、もう実質、まあ、引退試合はしないけど引退
活動的にはね、うん、してないからレジェンド枠だもんな。そうだからまあちょっとね、そうだよな、武藤がね引退することで、はい、まあ平成のプロレスも終わり昭和のプロレスも終わり、うん、まあ、だから令和のプロレスが始まりますよ。そう令和のプロレスが始まる、うん、まあ、始まってるけどね、うん、始まってると思う、まあ、だから内藤さんとかね、うん、そうそうそう、その辺が始めてるから、うん、そうだからそこねなんかやっぱり次のね今のさやっぱり形は違えど、はい、やっぱりそういう常に道を切り開いてきたアントニオ猪木がね、はい、やっぱり今のプロレスとは違えど、うん、でもそこはあえて猪木が望んでなかったりとか、はい、猪木がそうやって目指してなかったとしてでも、はい、そういうのをやっぱ天の尺じゃないけど、うん、やっぱりこういう、うん、とこうまっすぐのところをあえてぐにゃぐにゃに行くっていうのこそ、はい、やっぱアントニオ猪木理論なのかなと、はい、だからなんかね最近のねなんか僕はこう猪木ファンの人たちが、はい、こんなのストロングスタイルじゃないとか猪木新日本プロレスが目指してたのはこういうのじゃないとか、はい、そういうのはだから違うんじゃないかなってすごい思ってて、あ、それこそアントニオ猪木が嫌ってることを何猪木さん分かってる風にして言ってんのと思って僕は勝手に思ってました。あ、にわか的なものが湧いているっていう、まあ、でもね多分すごい思い入れが強すぎて、はい、きっとそういう頭になってるんだと思うし別にそこは否定しないけど、で僕はアントニオ猪木って考えた時にそういうものを全部ぶち壊してきたでしょ、人でしょって思ってて、だからなんかそのね常識的なものをやっぱりそういうのをさアントニオ猪木っていう存在が全部ぶち壊して今のプロレスっていうのにどんどん広げてったから、だからやっぱりなんてだろう、この令和のプロレスっていうのも一つのアントニオ猪木のやっぱりそのねスピリットというかそう魂がね残ってんじゃないかなと思ってんじゃないかなと思っております。はい、はい、どうぞ。どありがとうございました。いや長いですね。いやこれがいいんですよ、一節が長いですね。そうこれがねこれがいいんですよ、これがね僕のねストロングスタイルというかストロングスタイルなんです、ダメだと思うんですよ。ジェシカさんちょっと僕の声だけマイクとかエコーとか言って入れます？入れれません。あれエコー使ってたしも、いや個別には入れれない。あじゃあ全体でもいいんで。いやなんで。いやちょっとモノマネしたくて。いいよいいよ、ありがとうございます。行きましょう。じゃあエコーかけます。おいしどうぞ。おいし。初出しです。おい。チャーシューリキー。はい、ということで本日はベーシスト札幌で活動しているベーシスト2人がですね、はい、ありがとうございます。来てくださっているんですけれども、はいはい、なんで夜なのに2人ともサングラスなのかなっていうね、面白な状態でございます。え、むしろなんでかけてないの？あ、そっか。あ、そういうそっちですか。そうだよ。今この場だと2対1ですけど、かけてない方が少数派ですけど。そうそうそう、大丈夫ですかね。うん、まずね、どこから突っ込めばいい？ブーメランだけど。いや、わかんないです。なんかブーメランばっかだけど大丈夫。いきなり始まって。うん、ね、だからそうそう、さっき突っ込もうと思ってたんだけど、これタッグってことはもうすでに2対1っていう構造が、これは僕らが挑んでいるのかっていうね、やっぱり、そのやっぱりでかい山というか、そのやっぱり、ね、超えるべき山だったのかなっていう。ジェシカさん、今のモノマネからちょっと処理してもらっていいですか？いやそれはもう流れたよ。流れたじゃん。いや今のあれでしょ、そんな流そうや。TM レボリューションでしょ。TM レボリューションのまででしょ今。そう、いや違うけど。違うの。いや、まあ、そこを意識したわけではないですけど、チャーシューリキって言ってるんですよ。実はしかも、あ、そうなの、はい、誰のいやそれ気づくかなと思って、チャーシューリキって、てっきり僕の名前が、まあ、前田ブルースとはいえ高道前田っていう本名があるから、そこで TM レボリューションとあえてかけて、で長州力のっていうところ、いろいろやっぱロビー君からかけてくれたのかなと思ってたんです。ちょっとそれは作者の意図を超えて、はい、読者の考察を行き過ぎてる、はい、よくあるやつです。よくあるやつ。前田ブルース先輩がやっていらっしゃるバンドトニーズの曲バンバンメロ、そんな意図はないよ。一回聞いてみましょう。ぜひ聞いてください、はい、どうぞ。はい。そんな意図はない、そんな意図はない。ティッシュちゃん、そこまではしないな。用意してない、してない。そこまで。どうしたの？どういうこと？ごめんごめんごめん。いやなんか大丈夫ですか？あと30分。ロビーさん、メンテしてる？メンテしてないですよ、僕。今日俺お茶とコーヒーと水しか飲んでない。なんかにさ、クソナチュラルだわ。生産カリとか。
だ、青酸カリ死んでるって、コナンで見たんだから、ね、死ぬんだから、あれでもね、あれは嫌いじゃないんだよね、本当嫌いじゃないんだよね、こういうね、あのなんかこの場の空気を壊そうとするね、嫌いじゃないんだよ、時間ないっつってんのにさ、もうね、やめてくれよっていうことで、いや話しすぎですって、だけど引き算しないと少し視聴者を考えないと、僕やっぱ生配信とかしてるから今常に1ヶ月毎日やってるんで、ごめんね、そうです、視聴者のこと考えて、いやね、ちょっとねテンポよくいかない、ツイッターが調子悪くて、うん、全然タグで引っかかってこない、あ、マイクあげます、はい、ありがとうございます、はい、お聞きいただきましたソニーズでバンバメダロ、はい、ありがとうございます、マジャブルース先輩がベースを弾き、はい、歌い曲を作った、はい、そうです、はい、あのバンバンビガロですね、はい、もうね、あのあとね最近ね、はい、自分もちょっと YouTube でアップしたんですけど、ストロングスタイルっていう曲をね、はい、ちょうどあの作りまして、あ、そうなんですか、そうそうそう、それもソニーズで、そう最近ねちょよくライブでもやってて、ちょうどあの新日本プロレスが50周年を迎えて、はい、でなんか僕もねこういう自分のファイティングスピリッツをね、はい、曲にできたらなと思って、はい、ストロングスタイルという曲を作って、うん、ちょうど演奏して、はい、じゃあ次の日がねアントニオ猪木の デビュー戦9月30日だと思ったんで、はい、大阪でねドーンとやったんですけど、はい、じゃあ次の日に亡くなるっていうね、すごい、やっぱりねちょっとねやっぱり悲しいですよね、だからね、いやでもその音は届いてますよ、うん、届いてるかな、届いてた本当届いてから亡くなった、亡くなった、それはそっか、時系列的に絶対そう、ありがとう、いや本当、うん、まあそのお知らせ聞いた時にはまず先輩崩れてるんじゃないかなって、いや正座してたね、正座してた、ヤーシー君にもねさっきも言ったけどさ、はい、起こしてね、ヤーシーなんか一人だったら崩れてんじゃないかとかいろいろ、いやー崩れるっていうか、はい、あの正直ね、はい、あの見てたでしょ YouTube とか、あ、まあそうですね、うん、あの今のアントニオ、うんうん、僕はあのいつ何時っていう気持ちで見てましたよ、うん、あの正直普通に年だし、ね、なんかね、うん、あのあれだけねたくましくてさ元気なアントニオ猪木がやっぱあれだけちょっと老衰して仕切った姿っていうのをやっぱり、うん、なぜかねあの最初にそのあの老衰した姿でさ YouTube になって、これがアントニオ猪木ちょっとなんかニュースじゃないけどあった瞬間、その時に僕のところにね、はい、本当に10人ぐらいかな、あのアントニオ猪木どうしたのって連絡来て、いや家族みたいなそうそうそうアントニオ猪木どうしたのって言われるぐらいだった、はい、いやーねーとか言ってて、腰の手術って言ったらまあ難病だったっていうね、うん、なるほど、そうそうそうだからいやでもさやっぱりあれをまあ猪木自身の意図がどこまであるかは分かんないにしても、うん、なんかあの最後までを、うん、あのずっと残る形で YouTube に出すっていう判断がやっぱ最後まで猪木っぽいっていうか、うん、いやーそう、そこなんだよね、うん、自分でね閉じるっていうのがかっこいいなと思う、ね、うん、しかも見せたくないじゃない本来、いやそうそう、そこなのさ、痩せ細った姿とか、ね、しかもさプロレスラーだからさ、はい、いつまでも強い姿をしてさしないけど、やっぱりあの姿をね病院あ病気あそのベッドでね寝てる姿を見せるっていうのはやっぱりね猪木だなと思って、最後までアントニオ猪木だなと思って、うん、すごい、去年、うん、ダチョウの卵を食べるって回あったの、わかります。猪木のチャンネルで。ダチョウの卵。ダチョウの卵が届いたから食べようと思います。うん、これ大きいし、うん、ダチョウの卵食べたら、これあった飛べるみたいな感じですけど。飛べる？いやそれチャーシュー力やん。いや確かダチョウ飛ばないっていう。うん、で、うん、思わずググってしまって、うん、いや猪木ダチョウ飛ばないなと思って。ダチョウめちゃくちゃランだよね。すげえ走るから走るやつだよ、横にめちゃくちゃ速いです、なんかその急お茶目感っていうのを絶対忘れないっていうか、もうなんか
地なんだな。いやなんかもう笑ってさ何でもさ笑って許せれるみたいな、いやそうなんかそういうところがあって、はい、だってさあの国会議ね、あの国会ね議員になった時やってましたね、元気ですかって言ってさ、はい、田中君静かにしてくださいって言って次の国会でもまた最初に元気ですかって言う、いやあれかっこいいっすよね。そうそうそう、やっぱ勝慎太郎と似ているものがあるっていうかね、記者会見でタバコを吸うっていうね、うん、きっと喫煙禁煙しましたって言った後に吸うっていう、いやまあそうですね、昭和のスターだよね。でもやっぱりあの正直あの人たちでお金を稼ごうとしている人たちだから、もうどうとも思わないですよね。実際あのレベルまでいったら、だってただ甘い蜜吸ってるだけじゃないですか、群がってる人って。いやまあまあまあそうだけど、記事にしたりとかお金に変えてるじゃないですか、存在を。でも気にしてない人でも気にしてない、もう気にしてないからかっこいい、いやそこまで言ってる人だからかっこいいんですよ、ね、気にしないから。そういう人になりたいものですね。はい、ということで23時35分、2分オーバーでアントニオ猪木が教えてくれたこと、はい、語り継ぎたいことっていうゾーンで、うん、55分からエンディングらしいですよ。あーマジですか、はい、じゃあね今37分、何かそのアントニオ、僕もあの話し出したらさ多分もうあと50分かかるからちょっとねまずロビー君から先にちょっとさ語り継ぎたいこととかさ、なんかアントニオ猪木から教わったことっていうのをね、はいはい、あの喋ってもらって、うん、で最後僕がねあの50分トークしますから、はい、あじゃあ僕は定時で書いていいですか、うん、今日時空が、いや定時じゃない、え タイムカード切りま、切りま、え残業出してもらっていいですか、サービスサービスサービスやっぱりサービス業はそうですよね、皆さんが休んでる間に稼働するのが僕らですからね。そうやっぱりだからサングラスかけてショーマンシップで、そうだからサングラスかけてるからね、うん、そうそうそう、夜にねなんでかけてないんだろうね一人っていう話ですから。あ、私にしてはサングラスはかけてるし、弦は2本ずつ少ないしっていうイメージ弦2本ずつ少ないよね確かに。あじゃあ、はい、猪木が教えてくれたことか、いや一言で言えば、うん、一言では言えないですけど、うん、まずバッて浮かんだのは弓引きナックルパートですね、うん、ナックルパート教えてくれたこと、うん、はい、いやそれはね素晴らしいね、やっぱりさあの弓引きナックルパートといえばね、すげえ和田名で膨らむ膨らむ、これ膨らむ大丈夫、ちょっと冒険だったんだけどなこっちも藤原義明、はい、組長わかります？はい、わかります。あのね、藤原義明が、はい、あの一本足頭突きって言ってさあのね、バンバン頭突きをしてあれは痛そうですよね、こうね、流血するんですよ、うん、はい、で、散々させといて、はい、あの最後のもうとどめだっていう頭突きをしようとした時に、はい、猪木思いっきりぶん殴ってね、ちょっとカウンターですよねってことは、そう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 、で、おってね、ちょっと事故ですよね、そうそうそう、プロレスで言ったら本来あの、ね、事故なんですよ、脳揺れたみたいなさあ、やべえみたいな、実際やべえっていうやつなんですよね。そうそう、だから、うん、あれでしょ、今ロビー君が言いたいことはシャイっつってやっちゃったんですよ、シャイっつって、ちょっと待ってね、ロビー君が言いたいことなんて言おうとしたんだっけ、僕今シャイで忘れちゃったわそう、シャイだからあれなんだよ、いかなる時でも本気であれっていうことでしょ、うん、ナックルパートっていう意味で考察しました、ちょっと一人歩きしてる足並み揃わねえ、じゃあ次いきますよ、じゃあ次の、うん、あの教えてくれ、語り継ぎたいことでいきますか、うん、語り継ぎたいことじゃん、僕がねアントニオ猪木を初めて生で見たのが、うん、橋本真也が亡くなった年の8月ぐらいかなに、月サムのあれグリーンドーム、うん、あれ違う違う、タイガーキングとあれ藤田と佐々木健介の試合、そうかも、あマジで行きました、行った行った見てる見てる、であの遠くから僕高校の前面と行って、うんうん、暑い日にほてほて歩いて行って、うん、で猪木出てきてちっちゃく、うん、で元気ですかって言ってて、うん、あ猪木だと思いました、あった、いやあったっていう か見たんですよ、僕はあのお客 A でいたんで、あああのあれ試合をね、そうです試合で、ああ、ね、そうそう、猪木がその橋本追悼の、うん、急遽追悼のツアーというか、うん、そういうシリーズになったから、うん、猪木がやっぱり全会場行ってみんなにその分挨拶というかなんかそういうのをしてたんですよ、あそうなんだ、あ僕それはね行ってないわ、あじゃあ違うかな、うん、でそれであの
まあ、猪木だっつって、うん、ちょっと遠くからまだ僕その時あのロボットだったんで感情が、うんうん、あ猪木だぐらいな、もうちょっともったいないですけど、であのトイレ行こうと思って出て、うん、永田裕二先輩が、うん、あのすっげえファンサービスで敬礼めっちゃしてもらった。ああ、そういうのもねやっぱね人気イズムなんだよね。そうそう、ファンサービスがね。そうなんですよ、いいね、うん、ほんとね、トイレ行く隙間ですら楽しい。はい、ここでメッセージいただいて。マジですか。はい、ああ、ありがとうございます。もの好きですね、はい、ラジオネーム B2 さんからです。いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、メッセージいきます。ジェシカさん、前田ブルースさん、ロビーさん、こんばんは。こんばんは。アントニオ猪木さんといえば猪木ボンバイエくらいしか知りませんが、偉大な先駆者だったことは知っていますと、はい、熱く推しの偉業を語れることは本当に素晴らしいこと、はい、猪木さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。いやー、そうですね、すごい、ありがとうございます。あれ、すいません、涙ですよ。多分うちら3人より今、はい、いいコメントをいただきましたね、うん、全然ね、なんか全て詰まってましたよね。大分の方なんですよ。はい、マジでありがとうございます。ありがとうございます。ホットスプリングじゃないですか、はい、いや、今繋がりましたね、猪木ボンバイエで。はい、繋がりました。九州行っちゃったよ。いや、素晴らしい。ちなみにある日、あの、お好きな方で。ああ、そうなんですか。あらあら、はい、あの、ぜひ、ウィートゥーさんにもお知らせしたいのが、今私は目の前にサングラスをかけたベーシスト2人に詰められているということで。よろしくお願いします。いや、だってアルフィーだってさ、あのね、桜井さん、そうなんです、サングラスでベース、サングラスのベースの人がさ、3人の三重種闘魂三重種ですよ、僕たち。サングラス三重種ですね。そうそうそう、サングラスベース三重種代表じゃない。そうだよ、あ、そう、代表というか、まあ、生き残りと言いますか。そう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 、あの人のね、あのスピリットをさ、僕たちは、はい、受け継いでるわけだから。いや、そう、そうですよね。そうそう、もう前田ブルース先輩についてはもう、ね、ベース弾きながら歌っちゃうっていう。そうだよ。そうですよ、もう。そう、だからもう。っていうストロングスタイルですよね。そうですよ、ストロングスタイルですから、アルフィーさんの。すいません、本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや、でもね、いや、でも そこなんですよ。今さ、はい、その、あの、ね、ウィートゥーさんが言ったように、はい、やっぱりその、猪木ボンバイエとか、はい、こう知らない人でもやっぱり知ってるという、はい、国民的にね、はい、あのやっぱ、ね、誰でも知ってる、プロレスといえばアントニオ猪木ってやっぱ出てくるぐらい、やっぱいろいろこう、はい、プロレスをね、はい、知らない人でもアントニオ猪木は知ってるっていう、まずそこがね、偉大かなってすごい思ってます。いや、そうですね、うん、確かにあのプロレスゼロ知識でもアントニオ猪木くらいは知ってるよっていう、うん、だからそういうのをやっぱり、はい、うん、とまず初めに、はい、なんだろう、プロレスってやっぱ鎖国みたいなところもあったから、はい、そこをね、うん、やっぱりその開港したのもプロレスっていう畑からこの世間に、はい、まあ力道山もね、あのとかそのジャイアントママももちろんそうなんですけど、はい、あの人たちはやっぱり守りに入ってたから、うん、僕の中ではね。なるほど。だからそういうのを全部その開国して、うん、いろんなところ、この日本っていう、まあ、世界とか、はい、あのこれちなみに豆知識なんですけど、ね、はい、あの北朝鮮で唯一あの日本人が行って歓迎されるのはアントニオ猪木だけなんですよ、はい、だからあの拉致事件の時に、はい、あのアントニオ猪木が一肌脱いでるんですよ、はい、実は、うんうん、でアントニオ猪木は北朝鮮で、はい、あの10万人動員したプロレスを、はい、すげえ開催してるんです。知らなかった。メインイベントはあの、はい、ビッグフレア VS アントニオ猪木、はい、これぞプロレスっていうのをやって、でその時にあの佐々木健介が、はいはい、あのその時前女も出てて、はい、あの豊田真奈美をナンパしようとしてあの間違って、はい、あの北斗晶とあのそう付き合って今に至るっていう、そういう裏エピソードもあるんですけど、なるほど、はい、チャコちゃん、チャコちゃんってそうそうそう、チャコちゃん正直ポカしたっつってポカしたポカしてチャコちゃん、ポカはしてないんですよ、ポカしてないけどチャコちゃん、すいません失礼しました。でもね、トヨタマナミノーザンライトボム、そう、トヨタマナミのことが好きだったの。そうなんですね。いや、なんでそんな色事情詳しいんですか。いや、それはだってやっぱ調べる、好きだから。ちなみにトヨタマナミは飯塚貴之が好きだったの、へえ、ブリザードスープレックスのね、はあ、そう、まあ役者ですね。そうそうそう、どこの世界にもどこの業界にもあるんです。そう、長谷中さんは前田家のことだそういうのがあったんです。矢印知ってんな、すげえな。すごいじゃないですか。いやいや、やっぱりね、弓引きナックルパートじゃん。いや、もうだって時間もさ、だって20、もうさ深夜の、もうあとだって深夜の時間だからさ。ああ、そういうの OK。 だからそういうトークもね、はい、
入れながらと思いました。先輩あと10分なんですよ。いいですね、あ、すいませんでした。じゃあ、 僕の語り継ぎたいことまとめちゃっていいですかね。はい、どうぞ。ズバリストロングスタイルとは、僕が思う、うん、猪木さんが残してくれた、うん、闘魂というか、うん、ストロングスタイルについてなんですけど、うん、ね、板垣圭介さんっているじゃないですか、うんうん、漫画家のバキの作者、うん、あの人が書いてる言葉だけど、うん、何強さとはみたいな定義で、うんうん、その自分の意思を貫き通すことみたいなね、うんうん、っていうのが定義、純粋なる強さで、うん、でそれができる人って少ないんですけど、うん、何でも突破していくみたいな、うんうん、人にね非難されても、うん、なんかあざけ笑われようと、うん、これやるんだっていうパッションが強い人が強い人 で、うん、で猪木さんはそれだなっていう、それがストロングスタイルかな、目指すべきとこっていうか指針というか、やっぱりさ芯が通ってるっていうか、うん、まあ、なんか何やってもいろいろブレてる、何やっても猪木なんですよね。そうそうそう、でもあの人の頭の中には多分ゴールあるんですよ、うん、適当に始めてそうに見えて、多分なんか僕が思ってたのはやっぱアントニオ猪木って力道山をやっぱ目指してて、で力道山って実は実業家なんですよ、はい、でアントニオ猪木って数々のその事業をして失敗してるっていう、はい、でそうなんですね。でそれをだからあれだけ血眼になって戦って、はい、モハメド・アリと、はい、その今のロビー君の話じゃないけど、モハメド・アリと猪木がやった時って、はい、あの時新日本プロレス10億円以上の借金を負債、はい、を抱えてそれでも猪木が俺がやりたいんだからやらせろって言って、いやかっこいいじゃん。だから今の話につながって未来しか見てないタイプなんですよ、あの人は。であれ10年ぐらいかかって10億円を返したっていう、でも返せるんだから年1億ずつ返したってそうそうそう、鳴らしたらね、鳴らしたらなんで新日本プロレスは全然黒字にならないんだって、まあそれはあの借金があるからだっていうそれは一時期昭和のね新日本プロレスのもう口癖のように広がってたんですけど、でも結果はもう語り継がれる。いやなんか今で言う本当モンキー・D・ルフィみたいな、はい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 、人なんですよ。だからその僕もそのストロングスタイルってそういう今のロビー君の言ったことに付随するわけじゃないけど、やっぱりこの一本の槍っていうのをしっかり持って、それがいくらブレようがその一本の槍っていうのがアントニオ猪木だから、何をやってもやっぱりその最終的に失敗しようが成功しようが、多分猪木はやったことに意味があると思ってて、やることになんか週刊アダルトジャンプって感じですよね少年わかります、うんうん、わかるわかる、真の通し方が、うん、アダルトジャンプじゃないですか、うん、アダルトだよね、うん、少年ジャンプではないんだけど、うん、もう一気にアダルトジャンプなんですよ、ね、でもそうジャンプ的なそのヤングさもあるんだよね、フレッシュなんですよね、そうそう年は取っててもやることが、そう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 、発想とかがアイディアがすごい。最後のその YouTube チャンネルの時も、はい、プラスチックゴミがどうとか資源のことを、俺は今新しくこうやってねこのことをこうリサイクルでどうとかエコーがどうとかっていうのを話してて、はいはい、だからすげえな。例えばね死ぬ間際ってさ、はい、ね、自分の過去のこととかね、あれだけのね人生があればさ、すごい膨大なね、そう思い出ですからね、ことがあってそれを YouTube に喋るんだったらまだしも、だって今のプロレスラー未来のことだもんな、そうそこで今のプロレスラーはみんな、すげえな、ね、長州とか前田明とかも昔はどうだったとか、はい、ライガーもそうだけど、ね、そういうのをみんな話してるけど、うん、猪木は前だもんね、そうそう未来のことを喋ってるっていうか、だから常に前しか見てないっていう、やっぱりかっこいいな、やっぱそういうのがストロングスタイル、いや AB 型ストロングな、そうそれがストロングスタイルなんだよやっぱり。いやでも今本当環境問題とかにもさ、メスを入れようとしてたっていうところが、そうそうそう、やっぱジェシカさん的には小泉公文に一発出してほしい、うん、いやどう思います、それ小泉公文で言ってほしいですね、できる限り、あいい、うん、過去の話する男ダサいっていう、うんうん、なんか基本理念が私にはあるんですけど、うん、それまさに猪木ってそれ考えた理想系の男性として、うん、かっこいいな、男ってそうじゃなきゃなっていう、うん、おいやね、はい、なんかジェシカさん目線
いいですね、うん、なんか素直な気持ちですね、まあ、ねなんかね、フレッシャー、まあ、女性目線として、ね、まあちょっとトゲのある言葉はやっぱりあるけど節々にはやっぱ攻撃性はあるけど、やっぱ目線はね、うん、だからね、有名な言葉で、はい、いつ何時誰の挑戦でも受けるっていう、やるな今エコーかけた方が良かったんじゃないの。いやちょっとね、うん、ちょっと今言うタイミング間違ったよね、はい、ライブ感がいや猪木もだって奇襲するじゃないですか、うん、結構そうだね、それであの国会議ね、そうそうそう、議場で怒られるからさだからそう、行きますか、行ってください、だから今回、だから僕は猪木君もう言わないようにって言って本当に翌日できますか、時間ないから進めます、はい、はい、それでいやそれで、まあ、猪木がやっぱりその、はい、教えてくれたことっていうか、はい、それやっぱ常にこう前を見て、はい、やっぱりね自分を持って、はい、やっぱりね突き進んでいこうぜっていうことを、やっぱり僕はねその猪木を追悼する意味っていうのも、はい、やっぱねこう聞いてる人たちにも、はい、やっぱねそういう意味で、はい、アントニオ猪木の生き方っていうのは素晴らしかったっていうのをみんなにも伝えたかった、でその上でやっぱりこう、うんね、過去にそのとか猪木が死んだことに対して悲しむだけじゃなくて、はい、そこからじゃあ次どうするかっていうことを、はい、みんなで考えていきましょうやっていうね、なるほど、うん、っていうことをやっぱりアントニオ猪木から教わったことなのかなと思います。はい、はい、あとここで今僕あと45分、はい、皆さんの参加残業よろしくお願いしますね。番組はあと5分で終わりますけど。オーケー。こっち。あ、プライベート削ってくるスタイル。あ、ストロングだな。あとそうだよ、ストロングスタイルだから。ですよね。うん。はい。あら。今 BGM ちょうど番組終わるまで流れる仕組みになっております。いや、ありがとうございます。すごいぴったり。あのね、はい、前さ、今夜はデスティーノやってた時、そうですね。いつもあれで終わってましたから。はい。ね。ね、あれで終わってましたので。うん。うん、みんなであれやって終わりましょうよ。はい、もう閉めちゃいます？いや、まだ閉めないよ。だってあと、あれですよね。放送の方はもう閉めちゃうんですか？例のあれですよね。うん、だそう例のあれでみんなであのね、はい、あ、もちろんもちろん。もう行くぞと言えばあれでしょう。もうもちろんですよ。ちなみにあの打ち合わせなんかいらないの。あれをやった時は、はい、あの東京ドーム大会、あの平成元年に初めて東京大会で、はい、あのチョチョシビリっていうそのね。選手と裏投げ3連発で猪木が負けちゃう試合があるんですけど、はい、それ終わった後にアントニオ猪木が弱そうな名前めちゃくちゃ、ね、チョシビリ強かったんで、あ、マジっすか。 それで裏投げ3連発で負けちゃったんだけど、猪木があの私が1と言いました、1、2、3と言いましたら皆さんで一緒にダーでお願いしますということで、はい、マイクで説明した上でみんなでやったっていう平成元年になるほど、うん、だからね、まあはい、今私は振りが終わりますから、はい、終わりますが、はい、まあ、ここからね始まりということで、はい、あ、いいですね、はい、だから皆さんね、はい、よろしくお願いし、今後もねプロレスをね、はい、少しでも興味あれば、はい、アントニオ猪木が作った新日本プロレスを見ていただければと思います、はい、そして今後もね、はい、ジェシカちゃんが、はい、そのねアルフィーっていうのもいいですけど、はい、たまには説教最後にたまにはね、はい、あのストロングスタイルもちょっとね思い出してくれて、はい、そうですね、まあ、と、もしねあのラジオ聞いてる皆さん、はい、あのストロングスタイルなかったら私にあの DM ください。おっとまたジャックしますから。あ、僕もあの、うん、あの DM くれればあの闘魂中日にピンタしに参りますので。あ、そう行きますか。まだね、どこにでも、どこにでも行きますよ。そう、僕たち行くから、タックで行くから、もう出張ビンタしに行きますから。タックで行くから行くぞーっつって、はい、今日はどっちが叩いてくるんだろうなーみたいな。はい、一人は撮影ですからね。そうどっちかは、うん、それを撮ってるで YouTube に上げていく僕は。いや、そう やっていきましょう。やろうやろう、ビンタビンタビ、うん、ビンタビ。だからね本当にねビンタビしよう。あのね最後言わせて、はい、どうぞ。もうね全然喋りたいこと喋れなかった。絶対そうだと思った。嘘。うん、いやマジ。いやグルービーだったけどな、うん、今夜は。いやあとすいません。あれ？あ、いや違う違う違う、タック解消？違う。一夜で。いやあとね三週欲しいぐらい。あと三週欲しい。うん、いやじゃこれジェシカちゃんの別にもね、はい、ジャックするつもりはないんだけど、あと三週は喋れるぐらい、はい、僕はねネタを残してたっていうことを。ああなるほどですね。そうはいはい、いやもう絶対60分くらいになるなとは思ってましたね。でしょうね、でしょうね。すいません、すいません。でもこのようにこう電波に残して、うん、そうですね、残すことができて私は嬉しかった。いやありがとうございました。いや本当ね、うん、嬉しかったよね、楽しかったよね。
いやもう心臓バクバクですね。うっそ、それがチャーシュー力なんて言わないでしょ。最後まで、はい、最後までもうドキドキ、うん、じゃあ行きますか。やりましょう、うん、じゃあ皆様あの最後のね、はい、締めといえばこれでいきましょう。トランキル行くぞ。はい、1、2、3